そこへ兄貴分が上がってきて、はい、おいどういうことなんだよ、何揉めてんだよって言ったら、いや実はこういうことでキャインのポーズを彼がやれって言うけど僕はできませんと、はい、大事なものですからって言ったら、悪かったと、宇藤君悪かった悪かったって若いやつがね、で去って行ってくれって言って、はい、で伊予君がね、ヒヤヒヤしたぞお前、やればいいじゃないかよ、いやああいう言い方をされては僕はできませんねって言って、その後キャバクラ行って宇藤君キャインやろうって言って20分後車番してた若い人も宇藤ちゃんって言えばよかった、宇藤ちゃん宇藤ちゃん見てるよって、宇藤ちゃん俺キャインの大ファンよ、やろうよって言ったら宇藤も高倉健はもう出てこないで、あキャイン握手もしましたよ、おい宇藤ダメです、高倉健がいるから。